こんにちは、今日は身近なモチーフである手を使って、形を、端的に、簡単に分かりやすく捉える方法、あと構造を、見つける方法について、お話ししていきたいと思います。で、このことが、理解できると、形を、素早く捉えやすくなったり、あとバランスが取りやすくなります。なので、ぜひ、このことをちょっと理解して、実践してみていただきたいと思います。ではじゃあ実際に、その、方法をちょっと説明したいと思います。今回はちょっと、ちょっと手を使うんですけども、その方法っていうのは関節に印をちょっとつけていきます。で、これは今回手を使ってるんですけど、手じゃなくても人体であったりとか他のものを描くときでもすごく役立つことなので、そのモチーフの、なんていうんですかね、ポイントを抑えるってことが重要になってくるので、この手に関してはやっぱりこういう関節がとても、構造の上でとても重要なポイントになるので、ちょっと今日は手の関節に今印をつけてます。で、つけ終わりました。で、このポイントをつけておくと、例えば、このポーズを描きたい。で、逆にグーを描きたい。ポーズが変わっても、見方を理解しておくと、形が狂いづらいんですよね、とても。また、指とかですと、一本一本、やっぱバラバラになってて、こういうちょっと、細い棒みたいなものがバラバラしているもので、それを、つなげてみる、大きく捉えることができます。で、このポイントをつけたんですけど、例えば、パーで描きたい場合、このポーズで描きたい場合、指とかを描く場合、こういう一本一本をこう書いていくっていうよりは、これをつなげた流れっていうんですかね、こういう細長いものを縦に、その細長く見ない、こう横に見る、つなげてみる、すると、ここで書いたんですけど、こういうものが見えてくるんですよね。で、この一本一本を書いて形を合わせるっていうよりは、この位置を、ポイントをちゃんと押さえておけば、そんなに書き込まなくても、もうその手の構造を捉えてるっていうことになるので、例えば、一本一本書いてる場合だと、例えばなんか見てて小指が、例えば、外れてるっていうか、なんか骨折したように見えるとか、そういう形を大きく捉えることができるので、一つだけこう、形が来るっていうことが少ないんですよね。なので、例えばこういうポイント、手であれば関節とか指先もそうなんですけど、このポイントをしっかり捉えて、それをつなげた、なんてこういうような形を合わせていく。これを似せていく。っていうことがすごく大切になります。で、これはポーズ変わっても一緒です。例えばこういうポーズを、ちょっとこうしようとしたい。となると、ここを合わせて書くんです。
または股間とからここの流れで見たりとか、ちょっと見づらいですけど、こことこの位置関係をこう合わせてみる。で、ここもちょっと一緒に合わせてみると、あと手首ですね、この場合。手首の位置をちゃんと押さえて、この、流れで見ると、すごく形が捉えやすくなります。で、特にやっぱ関節なので、大きく形を変わっているもの、影が、例えばここすごい落ちてますよね。ここっていうのは、形が大きく変わっているところなんですよね。で、ここの面はすごいちょっと明るくなってる。で、ここはそれに対して暗くなってる。で、一本一本ではなく、こういう塊で見ることもできるんですよね。この2本で。で、もしくはこっちの2本。で、ここの塊を見てる。ここは似てますよね。光の当たり方とか。だから一つとして捉えられるんですよね。で、逆にここの面。ここも、こういう面で一つとして捉えることができます。なので、特にこういう、他のモチーフでもあると思うんですけど、バラバラしてごちゃごちゃしたものってすごく描きづらいと思うんですよね。それをいかにポイントを見つけて、そのポイントをつなげて描くっていうことが大きく形を捉えるっていうことになるし。で、バランスも取りやすい。なので、ぜひこれ、他の人体とかいろんな場合でも使えるので、ぜひこれを、この見方、捉え方をちょっと参考にぜひやってもらいたいと思います。で、実際描くときも、例えば、3分から5分ぐらいとかで、ちょっと時間を決め、まあ、短い時間で全然いいので、ここの指とか、そんなに細かい輪郭とか取んなくてもいいので、こういう位置をもう捉えて、それで5分、3分で描いちゃえば、もうそういう手らしさっていうのが出たりします。なので、ぜひ、こういう捉え方を実践していただければ、本当に短時間、5分3分、5分3分ぐらいで、大まかな形を捉えていくことができるので、すごく役に立つと思います。なので、ぜひ、実践していただきたいと思います。今回は以上になりますが、もし、参考になったとか、ためになったよって、思っていただけるのでしたら、ぜひ、コメントであったりとか、評価であったりとか、あと、もしくはチャンネル登録をしていただけると、すごく励みになりますので、お願いします。今回は以上になります。ありがとうございました。